ゼロックス社ディアブロプリンタ用の金属製、デイジーホイール組むプリンタ用のプラスチック製、デイジーホイールデイジーホイールプリンタの出力見本。実際の印刷物はこれらの画像よりもはるかに鮮明。ロイヤルレターマスター、1980年代の低価格のデイジーホイールプリンタデイジーホイールプリンターは1970年にディアブロデータ。 システム図社のアンドリュー・ガボール博士によって発明されたデイジーホイール印刷というインパクト印刷技術を用いた印刷機である。この技術は交換可能な事前に形成された印字部を使用しており、それぞれの文字は通常96グリフで IBM セレクトリックのような高級タイプライターに匹敵する高品質の出力を生成するが2から3倍の速さで出力される。 デイジーホイール印刷は1972年から電子タイプライター、ワードプロセッサー、コンピュータで使用されていた。デイジーホイールはひなぎくの花に似ていることからその名がついたと考えられている。1980年までにはデイジーホイールプリンタが高品質のテキスト印刷の主流技術となっていた。ドットマトリックスインパクトプリンタサーマルプリンタラインプリンタは 高速印刷や画像印刷が必要な場合に使用され、印刷品質の低さが許容されていた。ドットベースのプリンタ特にレーザープリンターが限られた文字セットに制限されるのではなく、任意の文字やグラフィックを印刷することができ、同等の品質の出力を生成することができるようになった時に、これらの技術は急速にほとんどの目的のために置き換えられた。デイジーホイール技術は、 現在では一部の電子タイプライターにのみ搭載されている。1889年、アーサー・アービング・ジェイコブスは、ビクターのインデックスタイプライターで使用されていた、デイジーホイールの設計の特許を取得した。テレタイプ社の H ライバーは、1939年に、デイジーホイールプリンタの米国特許2146,380を取得した。 1970年、エンジニアのアンドリュー・ガボール博士が率いるディアブロ・システムズ社のチームは、IBM セレクリックの 13.24CPS に対し 30CPS という、IBM セレクリックよりも高速で柔軟性の高いデイジーホイールプリンタを開発し、初の商業的成功を収めた。アンドリュー・ガボール博士は、この発明について、 米国特許第395万4163号と米国特許第366万3880号の2つの特許を取得した。ゼロックスは同年ディアブロを買収した。ゼロックスのオフィスプロダクト部門はすでにリダクトロンテキストエディタ用にディアブロプリンタを購入していた。ディアブロ収益性の高いものにするために7年の歳月を費やした後、アプロは 主にデジタルイクイップメントコーポレーションなどの企業によって購入されたディアブロ630の開発と販売に注力した。ディアブロ630は IBM セレクリックやセレクリックベースのプリンタと同等の文字品質の出力が可能でありながら低コストで2倍の速度で出力することができる。さらに ASCII 印刷の全文字セットをサポートしていることも利点であった。 また、サーボ制御のキャリッジは、カーニングと呼ばれる文字の幅に応じて、横方向のスペースが異なる、プロポーショナルスペーシングフォントの使用を可能にした。ディアブロ630は、非常に成功したので、その後のすべてのデイジーホイールプリンターや、多くのドットマトリックスプリンター、そして、初代アップル社のレーザーライターも、そのコマンドセットをコピー、またはエミュレートした。ディアブロ特務の、 デイジーホイールプリンタは1980年までにはコンピュータや OA アプリケーションのハイエンドの出力技術の主流となっていたが高速でインパクトのない技術はすでに市場に参入していた例 IBM6640 インクジェット、ゼロックス2700、IBM6670 レーザーなど1981年以降 IBM PC が254個の印刷可能なグリフを備えたコードページ437を導入し、マッキントッシュ、ジェム、ウィンドウズなどのゼロックススターに影響を受けた環境が開発されたことでビットマップのアプローチがより望ましいものとなり、レーザー印刷のコスト削減とインパクトドットマトリックス印刷の高解像度化が促進された。その後、ゼロックスは ディアブロのデイジーホイール技術を応用したタイプライターを開発し、50ドル以下で販売した。ダラス近郊に自動化された工場が建設され、30分もかからずにゼロックスのタイプライターが組み立てられるようになった。ゼロックスのタイプライターは好評を博したが、PC とアープロソフトの出現により、予測された販売数を達成することはなかった。その後、 パソコンとの互換性を持たせるために改良が加えられたが低コスト化のためのエンジニアリングによりその自由度は低下していった。1980年代半ばには手頃な価格のレーザーやインクジェット機の普及によりデイジーホイールの技術は急速に時代遅れになりデイジーホイール機はわずかに残っていたタイプライターの市場を除いてすぐに姿を消した。 ゼロックスディアブロディ -25 プリンタのプリントヘッドとデイジーホイール。システムの心臓部は交換可能な金属製またはプラスチック製のデイジーホイールでそれぞれの花びらに成形された盛り上がった文字として文字セット全体を保持する。使用中はサーボモーターがデイジーホイールを回転させハンマーとリボンの間に必要な文字を配置する。その後、 ソレノイドで作動するハンマーが作動し、文字の種類をリボンと紙に駆動させて、紙に文字を印刷する。デイジーホイールとハンマーは、ドットマトリックスプリンタで使用されるものと同様に、スライドキャリッジに取り付けられている。デイジーホイールを交換することで、異なる書体とサイズを使用することができた。文書内で複数のフォントを使用することが可能で、フォントの変更は、キャリッジを プラテンの中央に配置し、印刷を継続する前にホイールを変更するように、ユーザーに促すことができるプリンタデバイスドライバによって容易になった。しかしながら、頻繁にフォントを変更して文章を印刷するため、頻繁にホイールを変更する必要があり、面倒な作業であった。多くのデイジーホイール機には、太字機能があり、指定された文字を2回、 または3回打刻することで実現した。サーボベースのプリンタでは、キャリッジをわずかに前進させて、文字を広くしますが、安価な機械では、行の先頭に戻り、太字以外のテキストをすべて空白にして、太字の各文字を再打刻するために、行送りを行わずにキャリッジリターンを実行した。キャリッジリターン後に全く同じ場所に再配置しようとする際の固有の不正確さは、 より高価なサーボベースのプリンタと同じ効果をもたらすが、プリンタの経年劣化に伴い、太字の文字が太くなるというユニークな副作用があった。他のインパクトプリンタと同様に、デイジーホイールプリンタは騒音が多い。ほとんどのデイジーホイールプリンタは、一行を印刷した後、内蔵メモリを使用して、次の行を右から左へと逆方向に印刷することができる。これにより、 プリントヘッドを視点に戻すために必要な実感を節約することができた。これはロジックシークと呼ばれることもあり、一部のドットマトリックス、プリンタにも搭載されていた。デイジーホイールの原理は、基本的にビットマップグラフィックスの印刷には不適切だが、それを可能にする試みはあった。ほとんどのデイジーホイールプリンタは、画像全体をドットで印刷するという、比較的荒くて、 非常に遅いグラフィックモードをサポートしていた。これには水平方向と垂直方向の両方でピクセル単位の移動が可能な機構が必要で、ローエンドのプリンタにはそれができなかった。遅い速度と粗い解像度を考えると、これは大きな画像を印刷するためには実行可能な技術ではないものの小さなロゴをレターヘッドに印刷し、次に次の文字を印刷することは 印字部を変更することなく、すべて1回の無人印刷で行うことができた。デイジーホイールプリンタは、アスキーアートの形で、簡略化されたグラフィックを作成することができる。デイジーホイールの文字要素は、質量と製造コストを低く抑えるために、プラスチックでできているため、グラフィックのために、ピリオド文字を使用すると、許容できないほど、急速に摩耗するため、プラスチック製の文字には、 この位置にインサート金具があり、はるかに長持ちした。また、グラフィック印刷を最適化するために、デイージーホイール状のグリフを必要なすべてのビットマップの組み合わせをより迅速に印刷できるようなセットに変更することも検討された。これは、プラテンローラーの細かい回転制御を必要とせずに、垂直方向のドットの組み合わせを1回のインパクトで印刷できるという利点がある。 しかし、専用のデイジーホイールが必要となるため、レターやレターヘッドの印刷には、手動でホイールを交換しながら2段階のプロセスを行う必要があった。この技術の開発は、24ピンドットマトリックス、プリンタの普及よりも遅れており、オフィスでの手頃なレーザープリンターの登場と重なり、人気のあるアプローチではなかった。ブラザー工業は、既存のデイジーホイール、 プリントヘッドにドットマトリックス、プリントヘッドを追加することで、デイジーホイールプリントに不足していたグラフィック機能の限界を克服しようとしたツインライターごと6プリンタを製造した。前者は文字品質の印刷に、後者は下書きやデイジーホイールの文字セットにはなかった記号の印刷に使用されていた。シンブルプリンタはデイジーホイールプリンタと密接な関係があるが、 平板なホイールの代わりに花びらを曲げてカップ状にしたシンブルと呼ばれる印字機構を採用している。1977年に NEC から発売されたスピンライターシリーズの交換可能なシンブルは128文字を保持していた。ありがとうございます。